今のチームの柱はエンド。あいつを排除すればチームは内部から崩れ落ちる。豪炎寺軌道を排除してもあいつがいる限りチームのメンタルは崩れない。次は遠藤さんでも狙ってるってところか。あいつの好きなようにはさせねえ。はい皆さん、自由時間はそれまで。次の相手に向けた特訓を始めますよ。はあ、自由時間だ。ちゃんと練習してただろうがよ。次の相手ウズベキスタンはスタミナが強力なチーム。それに対する特訓が必要なわけです。ではチーム分けを発表します。ダイブタイム乗ってやるぜ。ダイブタイム、あの日見た夢をずっと追いかけてきた。最初は小さな物語だった。汗をかいたから、諦めなかったから、仲間を信じたから、ジャパン最大の危機。何ですかこれ。チームに分かれてリレー対決をしてもらいます。リレー？スタミナ特訓じゃないのか。スタミナのある相手を打ち崩す方法がスタミナを使うとは限りませんよ。リレーということはどちらかというと瞬発力か。1人の走行距離は15メートル。チームで四角形を作りバトンを渡し続けてください。この特訓はどういう理屈だ。こんな特訓が役に立つのか。チームの出発点にはティッシュが置いてあります。最後の走者はバトンを渡したらティッシュを1枚取ってください。これでティッシュがなくなるまで続けますよ。なくなるまでごしか。これ結構な回数にならないか。だったらやらねえって選択肢あんのか。まあやってみようよ。あれ、そういえば一星は。確かに見当たらねえな。ほっとけよ。では用意。うお、お前には負けねえ。アスト、もうかよ。よしよしよし。なんなんだよこの特訓。こっそら陸上選手じゃねえっての。では今日はここまで。あとはゆっくり休んでください。じゃあ俺たちも宿舎に戻って風呂にでも入るか。そうだな。待ってくれみんな。何ですか風丸さん。すまないがみんなにはこれから別の特訓をやってほしいんだ。いつの間に。あなたはなぜみんなと一緒に練習しないのですか。俺がいれば揉めるだけでしょう。じゃあ俺はこれで失礼します。困った事態ですね。一星のことを調べはついたか。はい、あいつが組織とつながっているのは間違いありません。ですが引っかかることがあるんです。時々合宿所を抜け出してどこかに消えているみたいで。
組織と接触しているのか。わざわざ抜け出さなくても連絡手段はいくらでもあります。なぜそんな怪しまれるようなことを。わかった、あいつの行動を俺が追いかけてみよう。木戸さんは戻ってこないんですか。まだ代表には戻れないとなれば、俺は俺のやれることをやろう。一星と仲良くしろって言われてもな、いくらキャプテンの言うことでもそれは聞けねえ。なんでだ。あいつは敵だ。なぜ敵と一緒に練習しなきゃいけねえんだ。一星は仲間だろう。敵は他の国のチームだ。今まであいつがやってきたことを考えればどう見ても敵でしょう。あいつに疑いがある限り俺たちはあいつとはやらねえ。そうか、お前たちの考えは分かった。じゃあ俺が一星と話す。だからお前たちは今まで通りあいつとやっていくことを考えておいてくれ。あの人はバカか。まっすぐすぎるのが遠藤を守るって人間なんだろう。星が綺麗だな、ここは。遠藤さん、何も聞かないんですか。疑ってるんですよね。ん？ああ、お前がみんなから誤解されてるってことか。こいつバカか。誤解してるのはお前の方なんだよ。一星、俺はさ、みんな自分の場所があるって思うんだ。自分の場所？最初はな、それがどこなのかみんなわからないんだ。だけどだんだん分かってくる。ここだって分かってくるんだ。どんなことがあろうと忘れるな。ここには俺たち仲間がいる。チームがある。ここがお前のいる場所だ。チーム。ああ、惜しい。兄ちゃん、俺分かったよ。分かった？何が？兄ちゃんは力むとボールの少し左を叩いてしまうみたいだから、気持ち右の方を蹴ってみたら。え？本当だ。でしょ。これからも兄ちゃんのプレーをチェックしてみるよ。そうか、じゃあこれからも頼む。うん、俺と兄ちゃんは最強のチームだ。どうした、一星。いえ、別に。俺はみんなにチームだと思われているんでしょうか。仲間だっていがみ合う時くらいあるさ。お前はチームの一員だ。俺はそう思ってるぞ。そうでしょうか。なあ一星、サッカーのいいところって何だと思う。それはそう言われると何なんでしょうね。仲間がいるってことさ。寂しい時も辛くて泣きたい時もみんながいる、仲間がいる。一緒に笑ったり泣いたり熱くなったり、仲間がいるってそれだけですっげえことなんだぜ。そう思うだろ。別に思いません。げっか、なんでだよ。仲間なんて関係性は不確かなもの。俺が今信じられるのは血のつながりだけだ。俺、兄ちゃんがサッカー選手なの自慢なんだ。兄ちゃんは俺のヒーローだよ。俺は一人じゃない。俺にはあいつがいる。俺が救ってみせる。あいつのためにも俺がやらなきゃ。一星。いえ。じゃ、一星、俺はもう行くな。これだけは忘れるな。俺はお前を仲間だって思っている。どんなことがあってもな。まさか俺が戸惑ってる。そんなはずはない。俺はやるんだ。俺のために、そしてあいつのために。エンドを守る。次のターゲットはお前だ。くし、
ヒカルさんから返事が来てるでごす。さあ、心を落ち着けて読むでごす。岩戸さん、今日は打ち明けたいことがあります。ごす。岩戸さんは勘違いしてるみたいなんですが、実は私、男なんです。ごす。なんと！ショックでごす。ショックでごす。稲妻イレブン。なんだ、どうしたゴーレム、目にクマができてんぞ。すいません、私の仕事なのに。気にすんなって、歩くのもいい運動になるしな。はい。おお、お姉ちゃん、カラオケ行かねえか。デュエットとかしようぜ。なんだその目は。こいつ俺たちをバカにしてんのか。おい、お前らなんだ。遠藤さん、行きましょう。おいおい、釣れない態度を取ってると痛い目にあっちゃうよ。手を離せ。うわっ、どうしたんだよ。何をされた。腕を折られたんじゃないか。君たち何をしている。おまわりさん、この人が暴力だ。この人、よく見たら少年サッカー日本代表の人じゃないか。そうか、君ちょっと署まで来なさい。俺は何も。違います、遠藤さんは何もしていません。とにかく事情は署で聞く。来なさい。言う通りにしたぜ。お前そこまでしてライバル蹴落としたいのかよ。腐ってんな。おい、これなんだよ。ガムだよ。君たちの働きに対する報酬。なめてんのかてめえ。僕は一言もお金を渡すなんて言ってないよ。礼はするって言っただけだ。じゃあね。なんだとこいつ。やっちまえ。いいか、ザコども、このことを誰かに言ったらお前たちの無様な画像がネットに出回ることになる。くれぐれも口には気をつけるんだな。キャプテンが警察に捕まった。違う、遠藤さんは何もしていない。私を守ろうとしたら不良たちが勝手に突き飛ばされたような演技をしたの。また誰かさんの差し金じゃねえのかよ。いや、組織的な策略かもしれない。一体この大会はどうなってあるんだ。精神的なチームの要である遠藤を潰して日本を負けさせようという魂胆だろうな。仕方ありませんね。次の試合は遠藤君なしで行くしかなさそうです。でも我々にはまだ優秀なキーパーはいますからね。西影君、頼みますよ。俺ですか。おい、あなたです。わかりました。微力ながら力を尽くします。え、俺は…なんだ。さあ、アジア予選、日本にとっての第3試合が始まろうとしています。グループリーグで2勝を挙げている日本はこの試合に勝てば本戦出場に王手となります。対するウズベキスタンは非常に高いスタミナを有しており、エターナルダンサーズの異名を持っています。日本はその体力にどこまで食い下がっていけるのか。そして今日の日本、遠藤に代わって西影がキーパーになっています。張金雲監督、激しい試合が続く中、正ゴールキーパーを休ませるという戦略でしょうか。遠藤さんが試合に出られないなんて。ああ、だがキーパーとしての力では西影も負けてはいない。俺緊張するでごす。そうか、今大会初出場なんだな。足手まといになったらどうするでごす。気楽に行こうぜ。ごす。俺が日本代表のゴールを。できるなら野坂さん、あなたと一緒にこのフィールドに立ちたかった。監督、
キャプテンマークは誰に？規定では出場選手の誰かがつけないといけないのでは？ちゃんと適任者に渡すつもりですよ。日本は我々の前に跡形もなく崩れ去るだろう。いえ、それはないでしょう。私の見解にケチをつける気か？いえ、全否定です。日本は常に敵チームのウィークポイントにつけ込み、勝利を収めてきました。我々は分かりやすい個性を持ったチーム。きっと何らかの策を用意しているはず。油断はできません。私も今そう言おうと思っていたところだ。さあ試合開始です。遠藤さんがいなくたってなんとか勝ち進まなきゃ。落ち着いていくぞ。はい。しかし問題はあいつらだな。何やってんだコルテーク。早速いただくぜ。まずい。見せてやるぜ爆笑三連星の力。いいぜ兄貴、早速行くか。止めてやるぜ。通さないでゴス。じゃあしまった。ほら、おお、しまった。ゴール！なんといきなり日本先制点を奪われました。今日はどうしたのでしょう稲妻ジャパン。何か空回りをしているようにも見えます。おいお前、逆サイドを突かれてはさすがに取れない、そう思ったよな。それは間違った認識だ。俺のシュートはたとえ正面でもお前は取ることができない。試してみるか、本当か嘘か。木道さんや野坂さんのような司令塔がいないせいでメンバー同士のフォローが機能していない。個々の判断によるポジショニングではフィジカル面で圧倒的に上回る世界レベルの選手には通用しない。クソ、俺が弱気になってどうする。俺は野坂さんが帰れる場所を守らなきゃならないんだ。これ以上点を取られたら終わっちまう。何してんだ稲森。日本は完全に位置取りがまずい。しかもそれに自分たちで気づいていない。これまで優秀な司令塔に指揮されていたことが裏目に出たってことか。じゃあ今度は正面に行くぜ。おお、お前のシュートごとき抜かせはしない。王家の盾。うん、またもや決まってしまった。日本は痛恨の追加点のゴールを奪われた。俺の出る幕はなさそうだな。俺は得点されたのを戦術のせいにして自分を正当化していたのか。正面から打ってこられてもなすすべがない。野坂さんと一緒にフィールドに立ちたいなど、こんな俺が、この程度の俺が、野坂さん、俺は、くそー。日本のキーパー君は初参戦なのにこんな屈辱を受けるとはね。でも彼が気にしているのはそんなことではないみたいだけど。ほう、キーパーが失点以上に気にすることが。なんということでしょうか。日本が2点を先制されました。今日の日本、何か冷静さを欠いているように感じるぞ。
ただいま。巻き返しは期待できるのでしょうか。アップをお願いしますよ、野坂君。ついにあいつが帰ってきた。いよいよ稲妻ジャパンの反撃だ。次回稲妻イレブンオリオンの刻印、皇帝の帰還。稲妻イレブン今日の格言。笑ったり泣いたり熱くなったり、仲間がいるってそれだけですっげえことなんだぜ。以上